はい、販売は先生です。新しいインジケーターのね、ちょっと今度これでやってみようと思うんです。来週からね。どうですか？一つ見ますね。4時間足で見てって、このシグナルですね。これが出たら、これ、これ全部そうですね。それでね、これ、まあ、ここは出てないけども、注意しないといけないのは、こうね、こうシグナル出てるけど、こう出てるけど、ここね、もっと落ちることありますから、これシグナル出てもね。で、ボリンジャーは入ってないです。これ付け加えですね。ボリンジャー入ってないですね。だから、ボリンジャー出てるけど、ね、サンドのテスト。こうですね。こういう状態ですね。で、出てもこれがいいかわかんないね、この時はね。ということね。どんどんどんずれてきし、補正されてきますから、だいたい1、2乗ってくるというか前もってね。これなんかね、もう出てきてね。これはいい位置かなというようなことでね、こう。出てきますよ、これね。こう出てんだけど、もう一個は見えるんだろうね、これね。ここら辺から通すんだね、ここね。ここやんないで。次、ここら辺だから。ここら辺かな。ね。そういう感じじゃないかな。これも。ね、これも横一個見る、二、三個見るんだろうね。これね、三個くらい見る。でボリンジャーついてないから、ね、つけてない。ボリンジャー入れようと思うんだよね。インジケーターに入れればいいんだからね。ちょっと入れますかね、ボリンジャーね。新しいインジケーターですね。ちょっとボリンジャー消しちゃおうかな、ね、ついてないから。ボリンジャーを入れます、分析でね。で価格は50万で提供します。ただ、正確じゃないですね。目安ですね。判断になります。こうですね。このシグナル通りっていうわけじゃないです。一応目安としてね。よく引っ込んだからどん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 ね、修正されていきますから、先頭はね。こう出てこうですね。修正されます。プラテックスも大事なんだな。ボリンジャーよりかストラティックスの方が大事だな。ちょっと考えます。